はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。いや、まだ早いよ。7時19分なんだけど、今日ね、6時前からゴリョ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 ね、やってるんだよ。これね、昨日の夜中やって力尽きて、で、なんか気になって、で、もう起きちゃって、で、朝からやってたことなんだけど、今日のテーマはこれです。ヘッドホンの音量、無線よりも有線は小さいというテーマです。で、これ何かっていうと、はい、実は昨日ハラペコさんがね、こんなコメントをくれたんだね。有線無線で使えるやつってなぜか有線で聞くと音がちっちゃいんだよねっていう。有線無線両対応のやつっていうと、おじが頭の中でパッて浮かぶと、結構ワンオーディオさんのやつがね、あれが結構いろんなシリーズ出してて、有線無線両方で使えるっていう、まあアマゾンとかああいう中では、まあ中華ヘッドホンの中では結構一世風靡したね。まあおじいの中では結構影響が大きかったかなって思うヘッドホンなんだけど、そうなんだよね。有線無線両対応っていうのが今やもう当たり前になってきている。これね、で昔はね、有線は有線のヘッドホン、無線は無線のヘッドホンってこう分かれてたんだよ。だから使い分けで両方持ってる人もいた。今は無線有線両対応のものがもうスタンダードになってる。で、天下のソニーでさえもね、有線無線で両対応している。まあそんな流れです。ちょっと検証やりすぎてね、ちょっと充電していないといけないので。それでおじいがね、昨日コメントを返信してたのが、まあ電源オフが基本だからブーストかけられないよね、つまりアンプ機能のオンオフの違いだねっていうね、このコメントをしたんだよ。でもこれってちょっと足りなすぎるなと思って、で補足の動画を作ろうかなと思ったんだよ。結局ね、これだけだと合ってるんだけど足りないっていうのがあって、でも完璧にこれね説明できるかっていうと、おじい分かんないんだよこれ本当で。ね、昨日このドカースさんのこのヘッドホンを、これを紹介したんだよ。これね、これを紹介したんだけど、でこれが普段使いの一般使いで、今これが新色でね、4428円で、色がブラックブラウンのやつだったら3600いくらぐらいで買えるんだよ。すごい、もうおじびっくりしたこれね。でこれが有線無線で使えるんだけど、昨日紹介した時に無線の音、Bluetoothの音を聞いて、もう度肝も抜かれたんだよ。これがこの値段の音かみたいな。ギスギスしないっていうか、キンキンしない、機械音っぽくないっていう。でなんだけども、こもってないクリアな音で、じゃあ原音の音なのかっていうと、そうではない。ポータブルアンプ、ポターンってやつだね、をちょっと通して明るくしてるような、そんな感じですごい聞きやすい。でこの聞きやすさって、このね、天下のソニーのね、3万円台ぐらいのワイヤレスヘッドホンがあるんだけども、これで聞いてるよりはこっちの方が聞きやすいんです。スマートフォンでそのまま聞いてる場合、しかも音源がおじいの聞いてるようなね、 MP3 とかね、そういうちょっとこう昔のやつだから音がねーっていうような、そういうのを聞いてるには、もう断然こっちの方が音がいいというか、聞いてて心地がいいんです。じゃあこっちがしょぼい音なのかっていうと、そうではない。この説明をね、ちょっとしたいと思います。それで共通して言えることなんだけど、このね、
昨日検証の時にワイヤレスでまず聞いて音いいっつって、で有線で接続して音ちっちゃいっつって、でよいしょ、このね気軽なすぐに音を聞くことができるポータブルアンプ、ノブサウンドさんのね、これUSB から電源供給できるので本当にね気軽に使えるポータブルアンプなんだけど、これがまたね音がよろしくなるね、瞬間的にパワーアップができるアイテムなんだよね。大げさすぎないやつで安いんだけども音がいいっていうね。まあ上を見ればキリがないけども、ちょっといい音を聞きたいなっていう方は入り口にはもう最高です、これね。でこの音、これを通したらやっぱ音量がブワーってもう上がるんで、もうほんのちょっと上げただけでうわーって感じになるんで、そういったらもうすごくいい音本当で、こっちが電源オフで使うんで有線は、だからもう本当そのまんまいい音で消えます。まあアンプによってね音が左右されるけど、あんでね、まあ、ちょっと本当にねこれね、ちょっと余裕がある方は即ポチした方がいいです、すごくいいから。今日もずっとね作業これやりながらねずっと使ってたんだけど、すごくいい、この値段でこんなに使えるっていうね。それでね、まあ、ちょっと話を戻すけども、ヘッドホンとかイヤホン見るときに一番重要なのって、まあ、これねドライバーがどれぐらいなのかっていうのはちょっとあんまよく分かんないでよ、50ミリなのか40ミリなのか、まあ、大体こうやって見ると分かるんだけどね。でこのスペックの一覧表っていうところがあります、これがね。でここのところを見ると、ここはい、インピーダンスっていうところがあります。でこれが32オームってなってます。でイヤホンの紹介の時もそうなんだけど、スマートフォンに挿して直挿して聞く時に、このイヤホンは音がちっちゃいとか、もう1段階になんか良くならないかなとか、あとあこれはちょうどいいとかあるんだよ、これは大きく聞こえるとかあるんだよ。それって何っていうと、まあ、ドライバーの K プラスこの抵抗値ね、ここの違いなんだね。で例えばおじいが検証で使ってるスピーカーだと、4オーム抵抗値が4オームで、ソニーのやつが6オームで8オームね、だいたい4、6、8このどっかに当たるんだよスピーカーがね。でスピーカーを聞くときにこの4オームを使ってる方が抵抗値が少ないから、大きな音が出るね。だから何ワット何ワットアンプがね、何ワット何ワット出ますよっていう時にこのカッコして4オームって書いてあるから、4オームで4オームのスピーカーで出すと、例えば50ワット50ワットで合計100ワットって、だから6オームとか8オーム使うと減っちゃうんだね、抵抗が多いからね。でこの抵抗値ちょっとね、この抵抗値って何、オームって何っていうと、おじいもあんまりよくわかんないんだけど、調べてみるとスピーカーでもヘッドホンでも こうやってスピーカーがあるよね、こうここでなこうやってなる部分、なる部分があるよね、このコーンっていうかなんていうかあるよね、こうやってあるよね。でこの時にスピーカーっておじいもさ、おじいもよく考えてみたら、遠い記憶をたどってみると子供の頃に学校で確かね、スピーカーの原理みたいのをやったような記憶もあるし、やってないような記憶もあるし、いやどっちかっていうと学研の学習科学取ってたんで、そっちの方だったかなみたいな記憶もあるし、ね、
学研のおばちゃんまだかなまだかなってやつね、あれ本当は楽しみだったね、学研のおばちゃんねなんかあの営業に来てて、であの学習特化学ね、どっちか取ってあげるからどっちがいいって言われて、ってまあ好きなのは科学なんだけど、でも学習のなんか計算のなんだかペコンペコンってやるのもなんかすごい、あのおもちゃとかああいうのにするんだよね、こうこうやってなんか見えなくなって、あ赤いのとか青いのとかなんか機械の中に何かける何はみたいなで出てきて、パンってやると答えが見えるとかね、なんかこうしないとほーって子供心くすぐるよね。そういうのがあってさ、あの科学の方が好きなんだけど学習嫌いなんだけど、そのおもちゃにしないで どっちもいいって言ったらね、じゃあ 両方取ってあげるしね、あの両方やったんだけど、結局あの学習の方はあの何も欲しいにとっては役に立たなかったっていうかね、科学はすごい好きだったんだけど、まあそういうのでね、なんかこういうあのやるよね、磁石にコイルを巻いて、でこれ多分学校で教えてくれたと思うんだけど、多分だよ記憶だよ、巻くのが大きければ大きいほどなんか強くなる、ちゃんとしたスピーカーができるっていうね、でもやりすぎは良くないっていうのもあるし、線のコードの太さとかにもよるけども、要は結局ね、ここのこうやってぐる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 こうやって巻くこのコイルの太さとか長さによって、要は抵抗値ってやつだね、この音ってこの線の中を音のデータが来るわけだよね。でおじいの頭の中ではだよ、いい、あくまでもおじいの頭の中ではどういう解釈かっていうと、この中にこうやってね、こっち側が再生があって、こっち側がスピーカーがあって、例えばこっち側に今出たスマートフォンがあってこう接続するよね、でこっち側にイヤホンとかこうヘッドホンがねこうやってくっついてるから、音がこうやって流れる、必ず線の中を通る、これが電波になったりするんだけど、でこの中に要は音楽のデータがこうやってこっち進行方向がこっちに流れてくんだね。おじいの頭の中での話を合ってるかどうかは知らないよ。こうやってね、電気信号が、音の信号がこう流れていくんだよね。で4オームっておじいの頭の中で何かっていうと、こうやってね、こうやって音のな流れ、音が水のように流れてるのをこうやってね妨げる抵抗、カーっていくときにこう下がってここのところに引っかかっちゃうでしょ、カーってお水とかこう中こう流すとここに引っかかるよね、抵抗があるよね。だから これさえなければ音が 100% ブワーンってこう音の大きさが流れるんだけど、必ずこういうトゲトゲがあって、これが今4オームだとこういう抵抗がね、4センチでも4個でもいいけども、4の数字の分だけ抵抗があるから、まあちょっと削られてこう流れてくるんだなっていう。じゃあ6オームっていうとどうなのっていうと、6オームっていうとおじいの頭の中では4オームよりも多くこう抵抗がこうやってねあるから、ここのところに遮断されて流れがまた悪くなってちょっと削られて音量が減ると。じゃあ8オームってどうなるって、8オームってさらにもっとこう煙でこうなってるから、4オーム6オームよりも音量が少なくなってくっていう、これからで16オーム34オーム64オーム128オームとかね、なんか
こうやってここの抵抗が増えれば増えるほどちっちゃくなっていくっていうね、そういう頭の中の解釈です。これ間違ってると思うよ、おそらくね間違ってると思うんだけど、おじいの頭の中ではこれで理解してるんだよ。それであとそのこれではちょっとあの解明できないものが音質ね、音質の問題があって、この抵抗によって要は抵抗が少ない方が信号をそのまま送り届けることができて音も大きくすることができる。じゃあ抵抗が少ない方がいいじゃんってなるんだけど、これがさっき言ったようにこのコイルがね、こうやってあったりとか、下がりとか、まあ、この信号を送る線もそうなんだろうけども、こういうものの太さとか細さとか、それによって、要は、どれぐらいの音を届けることができるのだろうかっていうね、音の今度、質っていうのがあって、で、例えば、おじいも自分で言って出なきゃわかんねえんだけど、このね、例えば音が通るストローが、まあ道だな、高速道路が一車線と、これ Wi-Fi の話みたいだな今度ね。こっちがね、こうやって2車線、こうやってね、道幅が太い場合、こっち側の太い方がスー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 流れるし、たくさんのものが流通することができるよね。太いのを使った方が、高音、中音、低音のいろんなさまざまな広いものを送ることができたりとかして、みたいな、なんかねちょっとよくね、細いとそこのところに限界がある、あんまりあの荷物を乗っけてこう情報を送れないみたいなね。でただこっちだとスコスコしたりとかなんかいろいろ、細いといろいろ影響を受けてノイズを拾いやすいとか、そういうのがねなんかあるみたいで、でほんとねおじいの頭の中でどうやってそれ全部有効したらいいのかなっていうのがね、まだあまり解決してないんだよ。でここってすごいバランスが大事で、本当にあの太すぎても細すぎてもっていうのがあって、あの材料材質とかあとどのように送るかで音っていろいろ決まってくるんだね。だからね、一概にやみこもにその太い短いとかではなくて、いろんなものが絡まってくるんだよ。素材とかどういう風にして送るとかね、おじいもね言っててあんまりよくわかんねえんだよ本当ね。それでちょっと話を戻すと、これがね32オームとりあえず抵抗がある。で一般的に言うとイヤホンとかヘッドを選ぶときに、ここのオームの数字が少ないほど大きい音がする。だあのイヤホンヘッドホンでおじいも YouTube で検証いろいろやるようになってから、これ音出ねえとか、これはしっかり音が出るねえとかね、あもういいって言われてるとか、そういうの見るとやっぱオームの関係がすごく大きいんですね。だオウムが大きいとね怒っている。で数字がちっちゃいとオウムは安定している、青いオウムね、数字が大きくなると赤いオウム怒っているね、いい音を届けてくれないね、グリ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 ッてこう怒っているね、怒ってるオウムです、こっちはね。それで、これはね32オームなんだよ。で昨日ね動画作ろうかなと思って、夜中に検証しててやめた動画があるんだけど、今日朝も本当ね何度も聞き比べたんだけど、
このヘッドホン、シャンマイのこの処理のヘッドホンとこのヘッドホン比べた場合、こういうのでそのまんま聞いてる分にはこっちの方が聞きやすかったんです。音がいいのはどっちって言われると、ちゃんとした環境とちゃんとしたのでいくと、もうこれにかなうわけがない、ね、ベースがしっかりしてるんだけど、ちっちゃな電気で送るには信号に限界があって、でスマホをそのまま Bluetooth でかますってことは、あのスマートフォンのイコライザー機能しか使えないで、シャオミだとイコライザー機能が使えない、あのまあ再生するあの再生機の方はね、そっちの方のイコライザー使えばいいんだけど、そういうのがあって、あの他の有線と違って一発アンプをかますことができないので、あの普段使いのやつにはこっちの方が断然音がよく聞こえる、はっきりくっきりとあの求めてる音が聞こえる。こっちの方はあのなんかこもった音がして、あの音があんまりよろしくないっていうか、ちょっとシャリシャリっとしてて、あの全体的に音が悪い、こっちの方が断然いい。ただちゃんとした環境で音を聞いた場合は、全然こっちにかなうわけがないっていうね、ちゃんとした本物のとか聞こえるんだろうなっていうね、まあ、そういう解釈です。じゃあこの両者どう違うのかっていうと、こっちは今32オームでした。これで、こっちのねソニーのやつは、これはあの WH-1000X のマーク3ですね、初代でマーク2、マーク3ときて、今マーク4、マーク5とか、まあ、どこまで行ってか分かんないけど、どんどん、ね、進化はしています。で進化はしてるんだけど、おそらく昔から3万円台ぐらいで買えるものだと思うんだけど、マニアの方はどんどんアップデートしながら聞いていくっていうね、見せていくんだけど、まあ、この良さを理解するためにはそれなりの全ての環境が必要であるっていうね、そういうのがあります。じゃあここにそのお金の価値がね、こういうのと比べた場合、あの本当に4000円台で買える、3万円で買える、この差が本当にあるのって聞かれると、やっぱ価値観っていうのは人それぞれなんだよね、本当ね。で昔のヘッドホンってやっぱり素材のパーツとか、あの作りとか、そういうもの自体がものすごく差が大きかったんだけど、今みんな中国でパカパカ作ってるね、あれなんで、まあデザイン性とか見た目とか、まあ、あとは中にこだわってる部分もあるんだけど、そんなにあの昔のヘッドホンの比較のようなそういう価値観の差ってどこにあるんだろうなっていうと、そのハードに対する価値観よりも中のプログラムのそっちの価値観の方にウエイトがガーンといっちゃってるような感じがするので、本当ね、その昔のヘッドホンと今のヘッドホンで言ったらどこで見るのっていうと、最終的に組んだシステムで出てきた音を比べてっていう価値観になってるので、ちょっと昔と今とね違うんだね、これがね。でこれの抵抗値はどうなのっていうと、インピーダンスちゃんと公表されていて、で面白いこれの場合はね、有線接続の電源のパワーオンの時は47オームはいっつって、で有線接続でパワーオフの時は16オーム、面白いよね。で本当驚いたのが、このソニーのヘッドホンはおじい生まれて初めてだよ、有線接続で聞くのに電源オンができるっていうね、みたいなね。でちゃんとこれがね公式でなってるんだね、16オームと47オームですごい差が出てる。じゃあパワーオンの時の方が抵抗値が大きいから音ちっちゃいじゃんっていうね、そういうことになるよね。ただ
パワーオンの時はあのブーストがかかっている、調整してるんじゃないかなと思います。で、YMark2 ね、おじいが普段着で愛用してる YMark2 ここにあったよね。よいしょ。これね。で、これはあのリスニング用のヘッドホンで、ソニーのね MDR-1A Mark II、 1A っていうのがあって、低音がもうちょっとボン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 これよりもして、でボーカルがちょっと引っ込んでるっていうね初代がありました。でそれがねスピーカーで聞いてるような音だっていうね、あのボン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 っていうね、結構マニアの方は支持している。反面出過ぎだよっていうね、本当賛否両論分かれていて、その後に出たのが YA Mark II で、でこれはもうちょっとこうボーカルを前面に出してきて、ちょっと出過ぎていた低音をちょっと抑え気味にしたバージョンです。これがね Mark II です。でおじい最初あのこの Mark II ではね Mark 1の方をね一回試しに買ったんだけど、音しょぼくて、であのまあ、ちょっとこうしょあのおかしなところもあったから返しちゃったんだけど、音ね気に入らなかったんだよ。でスピーカーでね聞いてるみたいって指示してる人ってスピーカーで聞けない人が多いんだね。でおじの場合はここの部屋はあの今ね7チャンネルね、あのウーハー取っちゃったからね、 7チャンネル7チャンスピーカーで、下がスピーカーがね、ペアのやつが大きいのがポンポンってパウニアの英語があって、でその上にあのちっちゃいのがポンポンって2つね乗っかってるけども、ほんとスピーカーでブワーッってこう聞ける環境なんで、ここはね、なので本物のスピーカーの音で聞いてるので、そのこういうのでねスピーカーで聞いてるみたいな低音がとかっていうのはねあまり魅力を感じなかったんだよ。でスピーカーで聞いてるような低音って言ってもあのおかしな話で、スピーカーで聞く音っていうのは音と低音で聞いてるんじゃなくて、そのこの空間全体に音がブワーンって広がってるのを耳だけじゃなくてもう体で受けて、振動と一緒にあのこの空間にこの音が反射してその入ってくる音っていうのはこういうのではね再現できないんだよ全然。だからスピーカーで聞いてるような低音がとかって言ってる人ってスピーカーの音で聞いてるのと違うよっていうね、そのスピーカーの音自体が根本的に表現が間違ってってるんじゃないかなっておじい的には思っちゃうんだよ。あのこれを言うとまた叩かれるんだけどね、でもその YA の Mark II ではないやつであの聞く喜びっていうのはなんかねあのちょっと違うんだよ、なんか違う、車で言ったらあのそうだね、アセットコルサとかああいうのやってて、いや本当実車で走ってるみたい、これ実車だよってね言ってるのと同じで、いや実車は全然違うっていうね、全く異なるものであるっていうね、もうモニターの中で走ってるものはもうリアルとは違うっていうね、そういうのがあるので、おじいの境界線としては YA ではなかったっていう。であのマーク2をね、いただいて、あこれだよって、ね、全然違うじゃんっていうね、おじいはこっちの方が好みだったんだよね。でもおそらくマニアの人は 1A の方が支持してる人が多いのかもしれない。でもこっちの方もやっぱ賛否両論があって、前の方がって言ってる人もいるし、あこれがちょうどいいよっていう人もいるし、聞く環境によって違うんだよね。でおじいはこの Mark II がすごい気に入ってるので、でリスニング用のヘッドホンって何が違うのっていうと、調整されている、ね、調整されている、
あのいわゆるモニターといわれる原音そのまんまの音だとちょっと聞き疲れる、うん、お音を確認する意味ではすごい役に立つんだけど、ずっと聞くにはちょっと辛いなっていう。だから音を聞きやすくしたこのソニーの我々が思うリスニング用の心地のいい音ってこれなんだよって作ったのがおそらくこういうやつなんで、まあ、これはいいなっつってこうおじいはね、どういうのっていうと、あの音自体が本当に柔らかい滑らかで、でノイズがすごい少なくてね、本当に本来の音をより聞きやすく調整してくれている。だからずっと聞いてて聞き疲れしないし、かといってあのパワーがないのかというとパワーがしっかりと出るし、これ1個あれば結構オルマイティに活躍してくれる。ゲームなんかでも使っても結構いいんで、これ1個あればっていうね、そういうのがあります。じゃあ今度はね、このインピーダンス、これね、本当あのこれはインピーダンスが16オーム違うでしょ、さっきのこれね。これはパワーオフジが16オーム でパワーオンジは47オームだったでしょう、これね。で有線にすると47オームになるってどういうことっていう、処置に通った回路がどうなるのっていうね、あんまりよくわかんないんだけど、でパワーオフの時の基準っていうのはソニーの場合はこれもこれも同じ抵抗値だよっていうことなんだよ。じゃあ今度これね、モニターのヘッドホンがあって、でこれは今のこれね、ハイレゾに対応した方の今のあの現役の方のモニターのヘッドホンです、これね。これでこれがあの MIST っていうモデルなんだけど、公式のところにね一覧表なかったんで、カッコムからね拾ってきました。そうするとインピーダンスが24オームね。でこのオームが大きいのはその音がちっちゃくなるね、数字が大きければ大きいほど音がちっちゃくなってくる傾向にあるんだけど、逆に抵抗があるっていうのはどういうことかっていうと、そこであれなんだけども、これってあの音が抵抗が大きいほど少なくなってくるんだけど、実はここに抵抗が大きいものほどノイズ、要は雑なもの、ゴミを取ってくれるフィルターの役目をしてくれてるんだよ。だからその抵抗値が大きいものほどノイズを取ってくれるから、本来の綺麗な音のデータ部分だけを送ってくれる。その代わりちっちゃくなるから、あのブーストかけるなり何なりして送ってあげないとっていう、グワーってやってもその音ってそのノイズが大きいとブワーって上げた時に無音の時もクーって音出るよね。でノイズがないとグワーって上げても無音だよね。だからこれがこの抵抗値のフィルターによってあのかけられるので、この抵抗値が大きいイコール音がちっちゃくなるから悪なんだではなくて、抵抗値が大きいほど綺麗にフィルタリングしてくれてるっていうのもあるんだよ。でそういう意味もあって、これを見た時に24オームで、それのこれは16オームだけど、こっちは24オームあこっちの方が抵抗が大きいんだっていうね。でこのリスニング用とこの通常のね、まあ、こっちもリスニングではね、いっぱいと比べてモニターは24オームも抵抗が大きいっていうことは、やっぱりこのモニターで業界で使うやつはやっぱノイズ一つでだいぶ変わっちゃうからね、音が。で原音を知る意味ではやっぱり一方でね、24オームっていうのはああなるほど、このところでやっぱ
ろ過して重要に活躍してる部分があるのかなっていうね、おじいの頭の中でちょっと勝手に解釈したんだよね。じゃあもっとでっかくしてればいいじゃないかってなるかもしれないけど、あんまでっかくしても仕方ならないからね、きっとね。なので同じメーカーごとに抵抗値って特徴があると思うんだけど、ソニーはソニーでみんな統一してるのかなと思ったらそうではないっていう、電源オンオフで変わる変動を使ってきたりとか、あとモニターは違うとかね、あーすげえなーと思ってね、ソニーはやっぱりすごいなーと思って、普通のやつだったらね、みんなと一緒同じようなものでちょっと味付け変えてっていう出すものが多いと思うけど、こういうとこ違うんだなと思ってね、ちょっと、気がついた次第です。こういうのがね、簡単なようで難しいし、難しいようで簡単でしょ。でそういうのを考えるといろんなものが絡み合うので、腹ペコさんにね、ネタが有線無線で使えるやつってなぜか有線で行くと音がちっちゃいんだよね。これは単純にその抵抗値の問題なんだよね。少ない方が大きく聞こえるっていう。でこのじゃあ逆に考えるんだよね。なぜか有線で聞くと音がちっちゃいんだよね。でこうじゃないんだよ。腹ペコさんは有線の方がなぜか音がちっちゃいって感じるんだけど違うんだよ。このヘッドホンっていうのは昔は無線というものがなくて、電気信号の大きさの分と電気信号のパワーの大きさがあって、だから小さいボリューム1だとプシュ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 ってこう流れてる信号で、ボリューム上げるとダガ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 っていうね、すごい大きなものが流れてるでしょ。だからその流れるその信号の線が細くてしょぼいストローだとボリューム上げた時にもう送り切れなくて溢れちゃうから、ズーってなってブーって感じでスピーカーパンクするでしょ。ちっちゃいスピーカーでバーって音がブーッって溢れちゃうでしょ音が。それと同じで、その従来は ここに通る音があるわけで、この有線の音の大きさっていうのがこれが基本なんです。で逆に無線で聞いてるのっていうのは電気信号をブースト上げてるんで音が大きくなってるんです。だから本当ね、有線で聞くと音がちっちゃいんじゃなくて、もうこの腹ペコさんのこのコメント見てはって気がついたのは、あ、無線を基準に考えて有線がちっちゃいって考えてるって思ったんだよ。おじいは逆なんだよ。有線が普通で無線が大きい、無線が大きいっていうのはどうなのって言うと、昨日の動画の中で説明したように、これを聞いた時に有線の方が音がちっちゃいからブーストをかけてあげたでしょね。ポータブル電源にこれここから電源供給して、でパワーを増強して増幅して、それで渡してあげて、おお音でかくなる、音いいって言ったでしょ。こっち音がいいって、有線いいんだよ音ね。でそれと同じことが Bluetooth だと電源オンで使うわけでしょ。充電したバッテリーの力を電源をオンにして本来の有線のこの音の大きさのものを増幅してパワーアップして聞いてるから大きく聞くことができるんだよ。これが電気信号のメカニズムなんだよね。だからその電気信号でブーストをかけない状態のこういうね有線、電気使わないでしょ、これが本来だ。そうすると抵抗値と、あとこの K だよね、この K が40ミリとかね、50ミリとか大きなドライバーだと、出口のやつだとな、ボッボッボッって鳴らすのにある程度の力パワーがないとボッボッボッって鳴らすことができないよね。じゃあ逆にね、こういうのね、これドライバーって10ミリとか8ミリとか6ミリとかそんなもんしかないでしょ。だから50ミリあるね大きさの
ボッボッボとね、その何分の1こんなちっちゃくてポッポッポだと同じ電気のパワーを流した場合、こっちの方がボッボッボってちっちゃいので鳴らしてるから音がちっちゃいんじゃなくて、その音のパワーってコップ一杯のお水をこの大きさのコップで入れたらなみなみいっぱい音量で届けないけど、大きなバケツに入れたらこの分しかないよね。これがねパワーみたいなもんじゃないかなと思うんだよね。ちっちゃいから100の力がこの10ミリだったら10ミリに対して1ミリに対する1に対して10いくでしょ。でも50ミリだったらそこに10やったら逆に薄くなっちゃうよね。だから鳴らしきれないっていう。同じ力だったらちっちゃな小石はポンって、同じ力だったらポンって飛ばせるけど、大きな石だったらポンって飛ばせないよね。それと同じようなもんなんだよ。あの電気信号でパワーを増幅しなければ振動させられる力に限界は物理的に存在するっていうことなんだね。これがね、なのでね、本当おじい、このコメントでね、まあ電源オフが基本だからブーストかけられないね、つまりアンプ機能のオフの違いだねっていう、ここの部分を強調して書いて、あの無線はアンプで聞いてるのと同じだから大きくて当たり前、無線はアンプ通してないから従来の音で聞いてるんだよっていうね。で従来の音なんで、音がちっちゃいんではなくて従来の音、その従来の音っていうのは抵抗値が大きいと音がちっちゃくなる、抵抗値が少ないと大きな音で聞こえる。でもじゃあ抵抗値がちっちゃくて大きい音で聞こえるのは、じゃあいい音がどうなのかっていうので言うと、いい音を再現できやすいものは抵抗値が大きい方がノイズを除去していい音を出しやすい環境になるけど、それなりの鳴らし環境が必要だよっていうのがあるんだね。あとでかすぎればでかし、もっとでかくしても、もっとじゃあ抵抗値を100、200、300、400ってでっかいものはね、なんかあるみたいよ。ヘッドホンとかで何百っていうのがね、あるみたい、本当にすごいのがね。でもこれバランスの問題なんだよね、現実的にはそんなものはあまり少ないよっていうことで、ね、ググればやっぱり出てくると思います。そんなわけでね、ハルペクさんにうまく伝えるかどうか分かんないけど、ただこの内容だと大まかなものはこのブーストのオンオフで電気信号を使ってパワーをかけてターボをかけてるから大きい音で聞こえるんだけど、これだけではちょっと不十分だなと思ったんでずっと考えてたんだよ。でもなんかうまく説明したいんだけども、でも自分自身があんまりよく分かってねえから、おじいは昔からそうなんだよ、その方程式がない人なんで、特に理科の試験なんかそうだったんだけどね、理科の試験だったらなんか分身ぶら下げて矢印みたいで、どこにあったら釣り合うでしょうとか、何グラム何グラムとかってあって、なんか式を書いて答えを出すじゃん、なんか中学になると。で俺はこの式分かんねえ、これここじゃないのとか、あと答えは合ってるんだけどこれがないからテスト半分とかね、だいたいそういうのってこう普通に考えて直感的にってあるじゃん、そういうのって。でその直感性がない人って結構いるんだよ、理屈みたいな人っていうのが、なんかなんとか軍団で言うとね、イニシャル K 弁護士だと、なんかブツブツなんか怒りっぽくて、なんか理屈でこのなんかこのところが方程式がしかしないとこの計算式が出てこないんだみたいな、なんかそういうのを受けても ちょっとしゃらいけど、ああこんなもの書いてみたらここで当たり前じゃんみたいなね、でしょ、計算でも出てくれたらパッと見れば分かるじゃんみたいな、こうやって人によって違うじゃんね。私は難しいことは分かんないけど、なんか要は結果五感でね、目で見て、足で確認して耳で聞いてっていうね、車だったらこう振動とか G とかでとかね、そうやって五感で感じるんだよ。だからジュランチュリスモは五感で走れないよねっていうね、
あの車のシミュレーター何もしてないよねっていう医者ってよく言ってるけどもね。なんでこう直感的に理解するには頭の中ではなんとなく分かってるんだけど、ちゃんとした原理は分からないっていう。だからあのこの動画見てね、おじい何言ってんのっていう人がいたらね、コメント欄で補足していただければなと思います。難しいことは分かんねえ、ね、なのでこれがね、本当これが今新色で4428円で、でカラーがちょっと違ったもんだったら3600いくらで買えるんだけど、これはね皆さん本当買って驚いてみて、本当に驚くから、これね、ああ長く使いそうだなって感じで多分感じると思うし、でただ Bluetooth のイヤホンとかヘッドホンは寿命がある。中のバッテリーがダメになったらソニーとかはあの優勝でね交換してくれるけど、中華の場合ってもう使い捨てだから、だからこの値段だから買い替えた方が早いじゃんって、そういうなっちゃうんだけど、まあ電源がオンならなくても有線でそのままずっと使い続けることはできるっていうね。まあワイヤレスはあくまでもおまけの機能なんで、まあ死んじゃったとしても物理的な有線イヤホンとして使い続けることはできるっていうね。まあそういうものなんで、まあ、買っててもね、しょうがないんじゃないかなと思います。だいたいね、安いイヤホンヘッドホンだと本当にね気持ちが悪い機械音のヘッドホンって結構多いんだよ、本当ね。でこのドカースの今あの公式さんとね、まあ、ブランド公式ではねの方とおしゃべりしてるんだけど、まあ、これが ODM で作ったもんなのか、OEM なのか、名前付けなのか、どっちなんだろうっていう。で ODM で作っても中国の工場は情報を漏らすっていうか、あの仕事を受けたものをちゃんと作って渡すけども、で同じものをして良さそうだなと思ったらあのちょっと変えてバーンで出しちゃうからね。そういう世界だから、また同じようなものが出てくるんだなってのもあるし、じゃあこれが世界最高峰なのかっていうと、いや世界最高峰ではないし、あのこの値段でこのクオリティは結構ないよねっていうのと、あと3万円のヘッドホンがあるんだけど、その真ん中にハードウェアをかますことができない環境で音を聞いた場合に、いい音の環境で揃えてないおじいみたいな、こういうね、あのね YouTube とかあの Amazon Music とか MPC とかをメインで聞いてる人は、これ1個持ってた方が3万円のソニーで聞けるもこっちの方が幸せになれるかなって思いました。パッと聞いてパッとって、音の世界って耳のいじくがあって、慣れてくるとこもってたような音でも、音がこんなにいっぱいあったのって気がつくっていうのもあって、星空と同じなんだよ。明かりとか走ってて山の上行って 星があんまないねなんて言うけど、まあ、暗いところでずっと見てるとだんだん目が慣れてきて、うわすげえ星出てきた、こんなにいっぱいあったのっていうぐらい星が増えるんだよ、ね、それと同じでヘッドホンも聞いてると最初聞こえなかった音がいっぱい出てきて聞き分けられるようになってくるんだよ、これがね。でそこのところまで没頭してずっとこう聞くのか、それでも神経集中しないでカジュアルにいきなりね、隠れるものが何もないところとか、お前らみんな音見つけたみたいな感じで聞くのかね、まあ、そういうノイズの問題とか音の鳴り方の品質なんか考えると、まあ、おそらく理論的にはソニーの方が全然もう男子で上なんでね。ただ本当カジュアル的な使い方はこっちの方が手っ取り早い感じがします。だからね、三つ星レストランの高級な料理をね、コース料理を待って美味しいものを楽しむよりも、いやもう腹減ったよ、あカレーヌードル食いて、うわうめえっていうのと同じだから、まあ、カレーヌードルと三つ星レストランの料理だと思ってくれれば、本当
環境でもうマラソンしてる時はもうすぐにそれでもうすぐ食える、もう3分ですぐ食える、すぐお腹いっぱいになるっていうね、あ、上ってね、そういう違いではないかなと思いますね。ソニーはおかしくはないけども、知るためにはすごいいろんなものが必要ですね。そういうことです。ね、何も考えないで音だけ聞いてると、とんでもない発言が出てくるからね、おじいじゃないね、何でもそうだけど、ウォークマンもそうだけど、ね、本当にね、いい環境で整えて聞いてると、ウォークマンすごくいいんだけど、環境を整えないで普通で再生してると良さが発揮できないんだよね。まあ面白いね、本当ね、こういったもんで。はい、なんで、まあ、はるぺこさん、こんな感じでね、ちょっとこれだけだと無責任すぎたかなと思うけど、でもこの動画が書いて無責任に油注ぐ形になるかもしれないからね、詳しい方はいっぱい補足してください、ね。そんなわけで、イヤホンとかヘッドホンを買うときに、抵抗値を見るね。で、抵抗値が大きいと、そんなにボリュームが出ないかなって、一般的にはそこで、全部が全部確実ではないんだけども、でも、まあ、大まかに言うとそこが目安になるよっていうお話です。でイヤホンヘッドホンで比べると、ヘッドホンの方が鳴らすところが大きくてパワーを使うのでね、その分音が小さくなっちゃうよということです、ね。まあ、ここら辺を知ればね、まあ有線の聞こえてる音が物理的な当たり前の音の大きさなんだよっていうことを気がついてほしい。で、電気を使ったものはブーストアップしてるんだよっていうね、機械の音なんだよっていうのに気がついてほしい。まあどっちも機械の音には変わりはないんだけども、なんかね、わかるでしょうね、ブーストしてるんだよっていうのに気がついてくださいということです。ソニーの場合は本当これもね、面白いんだよ。有線なのに電気を食わしてハイブリッド、これね、やっぱね、ソニーはね、面白いよね、面白い技術を使ってくるなって改めてね、考えさせられたね。はい、そんなわけで、まあおじいのチャンネルを見てる人たちの 99% はこれ買うと幸せになれるね。で、一部のマニアックな方はそれなりにちゃんとした環境で行けた方がいいよってことなんでね、おじいのおすすめだから、わしもこれ買ってみたって言っても絶対に気に入っていただけないと思うのでマニアの方はちゃんとしたの使ってよ、本当ね。これね、ちょっとアンプとして普通に聞いてみたいんだけどね、本当ね、この値段なのにえっていうね、おじいがほら今持ってた、あ、なんだっけ、オーディオテクニカの1枚のやつなんだっけね、40X か、あれね、あんなので聞いてるもこっちの方がなんか聞きやすいような気がするけど、あっちすげえ機械音するからね、こっちの方がなんか普通に聞けるよ、と思う。でそれ考えると、オーテクの1万よりはこっちの方がなんか上だなっていう感じはおじいはするけどもね、ただワイヤレスで聞いてる時にはやっぱりアンプがかかったブースト音なんで、本来の音にちょっとこう明るさと協調性を前面に調整された音なんでね、自然な音を求めてる方は有線で聞くのをおすすめしたいと思います。すぐ分かるよ、有線と無線の音を比べるとすぐ分かる。無線の音はいかにデジタルの味付けをねしてるんだなっていうのがすぐ分かるからね。まあ音の世界は楽しいということです。お腹すいた、8時15分か、まだ8時15分か8時15分ね、8時15分だよ、ね、全員集合しなくてもいいけど、おじいの動画いっぱい見てね。以上です。またね。バイバイ。はい。ちょっとおまけ動画です。あれから、ここにノブサンドさんのね、このポータブルアンプ、ボタン使って、で、今、徹底的にちょっと音ね、音比べをしました。
Bluetooth ではない有線で、でブーストをかけない、これはね、マークシリはブーストをかけないで、この3つの音を今聞き比べをしています。でね、まあ80年アイドルではね、今伊藤司さんとかね、まあそこら辺の音源を今 MP3 で普通に聞いています。でイシャオミのエフェクトは入れてないです。でこの状態で今3つ音を聞き比べました。でそうしたところ、本当にソニーのこの両者は、あの表現の仕方こそ違うけども、リスニングの方、まあ、こっちはあの芸音に忠実だよね。これどっちもね、オーケストラの数が違う。であとどちらも共通しているのは、両方ともあの高音の部分だね。高音の部分が結構ストレートにこうキューンってこうね、曇りがなくピョーンってこうやってくる音がね。で逆にこのドカースの方はオーケストラの数がちょっと少ないのと、あとまあいい意味でソニーと比べると音がいい意味でなんか軽いこもりがあるので、だからそこのところで高音のその安い音を聞いた時に突き刺さってくるものがいい意味でこうちょっとこうオブラートでなんかこう守ってくれてるみたいな、そういう感じで聞きやすさを感じます。逆にいい音を再生した時にちょっとこういうソニーと比べると物足りないかなっていう、全体的に音のオーケストラの数が違うんだけど、まあ、あの楽器の鳴ってるポジションも違うんだけど、こっちははっきりくっきり前面に出てるに対して、ちょっとこう昨日もオープンボックスで言ったように、ちょっとこうステージ一番前ではなくてちょっと下がったとこ、ね、テレビの視聴で言ったらこういうゴーグルがあるじゃん。でこの中でかけて100インチっていうと、あの何メーター先に100インチがあるのを見てる感じって、よくそういう表現あるでしょ。ああいう感じで音のポジションっていうのがちょっと下がった感じになります。これがね、こっちは本当前面に出てきて一体化するので、ここら辺の違いがありますね。ただこれはね、その音の違いって比較すると明確に分かるんだけど、マニアでない一般の人は絶対にこういう比較はしないわけだから、このおじいもそうなんだけど、このソニーのヘッドホンの音を知らない時ってやっぱ無敵なんだよ。本当に無敵だったんだよ。でやっぱりドンシャリ系のヘッドホンがすごいお気に入りだったし、もう聞こえない音が来るしてね、どうしたでも、ああ疲れたってこう聞いたけども、あのそっからソニーのやつをやっぱここら辺のクラスを聞くと、あ違うなっていう、でこういうのを知っちゃうと荒が見えてくる、比べると荒が見えてくる。でもこのおじいの場合は中華イヤホンヘッドホンをいっぱい過去に紹介してきてるので、そこら辺、その過去に紹介してきた中華イヤホンのノイズキャンセリング機能式もいっぱい紹介してきたけども、これはね本当にすごいと思ったね。ある意味本当にね、あのソニーにはなれないけれども、でも今までの次元クオリティよりもまたソニーに近づく階段を一歩、いや二歩ぐらい進んだかなっていう。それは4000円台で買える、あのカラーがあれだったら3000円台で買えるヘッドホンとして、いやここまで頑張ってんのって感じ。他はもっともっとこもってるよねって感じだけどね。まあこもってるっていうか、こもりを取るとシャリシャリしてくるんだけど、そこのシャリシャリ感がなくて、すごく聞いてて気持ちがいい感じに調整してるよね。まあワイヤレスが結構あの音がねそう聞こえたんだけど、今有線で聞いてみると決して
しょぼいお手ではない、おーって感じで、最初これから聞くとおーいいじゃんって感じでずっと聞いてるんだけど、でもやっぱりこれを聞いた後にやっぱり僕ら辺につなげて聞いてみるとあーって感じだったんだよね。うん、なんかあこのステーキ美味しい美味しい、いや美味しい美味しい、あやっぱ美味しいよこのお肉って食べてたけど、こっちはあしまったあのこれかけるの忘れてたんですね、 これかけなきゃねみたいなね、あのそこに気がつかされてるような、そこの違いかな本当ね。まあ、そんな感じでね、ソニーはやっぱすごいなって思ったね。うん、ただ本当ね、長くこの有線で使える、こっちはね、あの電池を交換しないと、何年かに1回交換しないとねいけないけれども、まあ、ソニーに関してはお金持ちだからいいんだけど、やっぱね有線のものを一発持って長く使えるんで、本当多分おそらくこの YA-M2 はおじいが人生閉じた後にちょうどあれだね、いい味のまま残るんだろうねきっとね。だ長く持つんだよこういうのってね、形あるものはね長く持つんですね。まあ、多分でもここら辺がね劣化していっても交換品売ってるからね、いくらでもね、中華もあるけども、このパッドを交換すればいくらでもずっと使えるんで、であの業界なんかでは一回こういうのを買ったらね、そんなに買い替えないからね、テレビ局とかああいうところってね、うん、そういうもんです。はい、音の違いを比べてみて、まあ歴然と、うん、聞こえない音が聞こえるよソニーはね、そういうことです。でそういうのを あんまりそこに踏み込まなくても、これ持っときゃ間違いないね、そこのところまでは引っ張り上げてくれますこれね、しょぼい音ほど威力を発揮するね、おじいがうんって言うからね、あこれだったらもういい音で聞けるよねっていうね、もう本当おすすめしたいヘッドホンです。はい、以上です。もう疲れちゃった本当。昨日今日と音に関するものって本当ね、一回始めちゃうとすっごいあっという間に時間経っちゃうんで、アンプもイヤホンもヘッドホンもね、あと一個おまけでね、寝本、昨日寝本で音楽を聴きながら寝たんだけど、もう2曲目行くか行かないかの間にもう爆睡しちゃったんで普通に聴いてたんだよ。でイヨちゃん聴いた後に久保田咲で石本のりこ、久保田咲がねすごくいいんだよ寝るのに。久保田咲のねやっぱボイスがすごい、そのお休みボイス、なんかすごい子守歌みたいに聞こえるんだよ、メロディーとか声とか。アルバムに今夢語りと何だっけ、アウターじゃなっけ、何だっけ、その曲の流れがね、なんかもう幻想的でスーってこう入っていっちゃうんだよ、ね。あと歌詞を聞いてるとなんかこうイメージするものがあるんだよね、昔のやつって。まあ今のやつもあるけども、今のやつはどっちかというと一個のシーンを物語るよりもなんか感情を訴える詩が多いでしょ。昔になってなんかのシーンとかなんかそういう思いみたいのをこう浮かぶシーンが浮かぶような、そういう一個のこう絵本になってるようなそういうものが多いよね。まあ今の歌ってね、本当だいぶ変わったからね、もうただうっせえうっせえって言ってるだけだからね、わかんねえ、おじいちゃんわかんねえ。はい、終わります。参考にしてちょうだい。バイバイ。